全部載ったじゃん。こん中から選ぶのかい。おお、いけんじゃん。食事行こうよ。そろそろお昼にしよう。そうね。うん。眺めが良さそうだね。窓から動物園の緑や海が綺麗に見えるんだろうね。なーに食べよっかな。はい。こうなんだかもうちょっとおしゃれなレストランにできないのか。食堂やん。なんだこの選択肢。が自然な感じでいいんじゃない。好きな食べ物の話なんてしたっけ？ああ、したわ。魚、魚。そりゃもちろん。だな。好き嫌いはね、マジないんだわ。何でも食べるよ。嫌いなものが出てきたらどうするの？それはあるね。大人になると美味しくなるときってあるね。そっか。でもでも、肉食動物は野菜を食べなくても平気よね。肉食動物は野菜を食べなくても平気。あー、野菜を食べてる動物を食べてるからな。羨ましいな。でも大変だろうな。でも大変だろうな。獲物が逃げるからね。うん。
それはまあ周りから見たら爆発しろって今思われてんだろう。うん。おお、俺が怒るんだね。午前中しか持たなかったな。キリンとかフラミンゴ、オランウータンなんかが見られる。もうなかなかマニアックというかニッチというかそっちか。おとなしめの動物を集めてる。でいいかも。うんうん。ねえねえ。なんだこれ。その辺を見て回る。俳句ポスト。コロリン。ヤギ園、さくらちゃんのショー。さくらちゃんってのはなんだろうな。猿かな。コロリン村ってのが気になる。とりあえずその辺見てもらおう。長くてかっこいいという発想。便利そう。いや大変そうだろう。バシンバシン叩くよ。ねえねえ。アフリカって行ってみたい？行ってみたくないです。他のところがいい。そうなの？旅行してみたいところってアメリカ、インド、日本国内。あれね、やっぱ日本国内がいいよね。日本国内ってやっぱ旅行しやすいな。今日は一回行ってみたいな。でもなー、それは俺の意見であってな。インドです。インドの山奥で自分を見つめ直すってのもいいかも。今まで何があったんだろう。
うやって、そこまでイメージが固まってない。適当なこと言ったのねってリアルによく言われます。ねえねえ、そうだね、大コウモリの館、そこに行ってみよう。暗闇少しこうおしゃれな建物にできないのか。お化け屋敷みたいな名前だよね。コウモリとか学校あってなんかいるのって上野動物園とかにもあった気がするな。コウモリの食べ物は何でしょうか。え、もう虫に決まってんだろうけど、ここは生き血って言っといた方がいいのかな。人間の生き血かな。血だけを吸う種類はないんじゃない？じゃあ何食べてるのかな？そうそう。虫を食べるんだよ。果物を食べる種類も多いけど。そうか、これは一本取られたな。取られた。だからそう言わなくていいから、そういうこと。そうそう、コウモリって角イドリとも呼ばれてるんだって。あ、鳥かけ物かってか。またクイズ？どうして角イドリというのでしょうか。蚊を食べる、火を食べる、かっこいい。え？蚊を食べる。あ、合ってたのか。火を食べるだったらかっこよかったのに。ここの中見ていく？え？じゃあインドトキコウでも見に行く？インドトキコウ？わあ、こんなにネタにしといて入らねえのか。動画撮影ができない。インドトキコウっていう鳥。トキ。ねえねえ。絶滅寸前なんでしょ。こうは大丈夫なのかな。保護してるのかな。
てるんなら時光ってつけるかな。光に秘密があるような気がする。光にはどんな意味があるのか知らんわ。そんなのコウノトリの光だね。そうね、コウノトリ風トキっていう感じでトキコウ。来るっていう言い伝えよね。まあ夢があるよね。うんうん。キャベツ畑のコウノコリ。なんか、うん、今度はラマですか。ねえねえ、ラクダみたい。そっか、ラクダのコブって中は何だったかしら。ですよ。ラクダって砂漠を渡ったりするから水分を食べてるんじゃないかな。そうかな。そうだよ。入ってると思い込んでる人も結構いるみたいね。思い込んでたの。そうなのか。もうまさかこんなところで一つ学ばせてもらえるとか。山のあの顔どう思う。どんな顔だよ。間抜けだね。うんうん、ほーら相性バッチシ。ねえ、毛並みがふさふさしていいわよね。してみたいかも。気持ちよさそうだね。そうね。おー、ラマの人権は。うん。ねえねえ。ラマ掘り下げるね。するのか。山の真似をする。
なくラマ終わったか。そうね。全然時間経ってないな。コロリン村ってなんだろう。ここはちっちゃい子供を連れてくるところじゃ。バラバラしてきね。なんやねん、服汚れるよが正解か。珍しいというか見たことないよ。ほのぼのしてるね。そうね。ここで。見て思い描くはフェニックス。沖縄季語は素人っぽいとは思わなかったな。理想的で良かったから。恋がテーマっていうのもいいね。やったー。
も何でみたいな。いいと思うよ。五七五。夏の恋。不死鳥に恋。永遠に。微妙。不死鳥ってフェニックスのことよね。さくらちゃんのショー見に行くか。